はい、皆さんこんにちは。ワンダリングリフィッシュです。今回はですね、提督の決断法、パワーピキットの続きをプレイしていきましょう。大日本帝国海軍でのプレイということで、初戦はハワイ、真珠湾攻撃を成功させ、前回はですね、資源確保の一環として南シナ海へと進攻しました。まあ、そこで第7艦隊ですね、だいぶ損害を受けたものの、なんとか南シナ海を占領して、前回終えることができましたので、今回はその続きになります。で、今回の作戦目標はですね、まずレイテ沖、そしてラバウル、この2つを攻略目標にしていきたいと思っています。で、残念ながらですね、レイテ、ここに関して言うと敵の航空戦力がどれくらいあるか、艦隊の存在有無もわからない状況下での作戦行動になります。で、ラバウルも実は同じ状況です。敵の航空戦力があるのかどうかというのがちょっとわからない状況なので、怖さもあるんですが、一刻も早くね、電撃的に作戦を進行していきたいので、今回はこのまま進めていきましょう。で、ラバウルに投入する艦隊なんですが、第3、第4艦隊、これは真珠湾攻撃作戦に参加した艦隊ですね。これに加えて第12艦隊も今回投入していきましょう。石油があるかというね、ちょっと不安はあるんですが。で、一方レイテに関しては第1艦隊、第2艦隊を投入していきます。主力艦隊ですね。では早速攻略戦始めていきましょう。味方艦隊より入電、レイテ沖に突入ということなので、早速第1艦隊、第2艦隊ともに作戦会議へと投入していきましょう。まず第1艦隊ですが、戦艦2隻、あとは空母が4隻ですね、軽空母4隻。第2艦隊は戦艦4隻、まあ、かなり火力はあるかなという艦隊ですね。で、これをですね、海域の北側から侵入させて、攻撃に入っていきましょう。第2艦隊の方が火力が高いので、第2艦隊をより島に近いポイントへと侵入させていきます。ではこれで始めていきましょう。でですね、今回味方に航空戦力空母4隻、軽空母入っているんですが、まあ主力は戦艦になってますんで、夜間に突入させていきます。ではまず順々に艦隊を動かしていくんですが、まあまずはですね、索敵をしていかなきゃいけないと。敵の艦隊がどこにいるかも正直言ってわからない状態なので、で早速味方の艦隊がだいぶ島に近づいてきましたので、少し速度を落としていきましょう。速度というのは艦隊の移動速度ではなくて、ゲームの進行速度ですね。今話したのでライトも照射して、そろそろ敵がどこに入り込んでいるかというのを見極めていきましょうか。まあ、夜間なんで偵察機も飛ばせないので、まあ、ライト照射による索敵しか方法がないのでね。で、一応ですね、ツイッターとかではお伝えしているんですが、6月の3日から、タイの方にちょっと旅行に行ってきますんで、その間提督の決断の更新がね、少し滞ってしまうかなとは思うんですが、その代わりといってはなんですけど、提督の決断の代わりに信長の野望過去作品全部やるシリーズ企画としてですね、信長の野望の小生録と烈風伝を現地タイに持ち込んで、収録はね、旅行の合間にやっていこうかなと思ってますんで、信長の野望を見ていただいている方はね、ぜひぜひそっちの方も楽しんでいただけるんじゃないかなというところと、信長の野望なんか見てないよっていう方もね、もちろんいらっしゃると思うんですけど、まあ、この機に一度見てもらうと、信長の野望の昔の作品ってこんなんだったんだっていうのがね、分かって面白かったりもするんで、ぜひぜひ、お時間ある方は覗いてみてほしいなと
というふうに思ってます。さあそうこうしているうちに索敵範囲内に敵の航空基地が何個か入ってきてますが、まだ敵の航空基地は敵工場発見の連絡が入りましたね。これが何番目の飛行場なのかがちょっとわからないですが、少なくとも一つ目を発見しましたね。おそらくなんですけど、ここレイテにはまあ3つあるとはちょっと考えにくいかなと思うんですよね、規模的には。あと敵の艦隊にいつ遭遇してもおかしくないんで、この空母をねここに泳がせておくのは危険なので、後ろから追従させましょう。艦隊に遭遇する可能性もありますからね。艦隊に遭遇したら艦隊の殲滅を最優先にして敵飛行場を後回しにします。か戦艦は敵飛行場、駆逐艦部隊は敵の艦隊っていうね、分けてもいいかもしれないですね。さあ時間はもうすぐ朝の3時というところなので、夜明けまでにはこの調子、このペースでいけば敵のこの飛行場は壊滅させられそうですね。第2飛行場大破と今出てきましたので、第1飛行場がやっぱりどっかにありますね。で雨が降ってきたので、この隙に空母をどんどん近づけていきましょう。さあこれで今全戦艦から艦砲射撃が入っている状況になりましたね。これで夜明けまでには敵の飛行場を壊滅に追い込めそうだ。そしたら一旦ここで隊列を整えて敵の飛行場の索敵に入りますか。偵察機を飛ばして、夜が明けて雨が止んだら偵察機を飛ばしていきましょう。これで第2飛行場を破壊したので、第1飛行場と第3飛行場があるかどうかですね。じゃあ早速偵察機を飛ばしていきましょう。空母だけで泳いでるこの状況ってかなり危ないんでね、ちょっといち早く敵の艦隊がいないかどうかの索敵だけはしていきましょう。どうやら島の北側にはなさそうですね。ん？敵飛行場発見？ここだな。ここに敵の飛行場があったので、これだけだなと残された飛行場は。そしたら敵の艦隊あるいは敵の航空機に味方の艦隊が発見されない限りはここでしばらく待機にしましょう。今朝の10時、ま
また夜になるまで8時間ほどかかりますからね。味方の空母の空撃範囲に敵の航空基地が入ってきたら先制攻撃を浴びせていきましょうか。今マップ左側に大きい白い円が出てると思うんですが、これが味方の空母にいる飛行機たちの航続距離ですね。さあ敵の飛行部隊に味方が発見されたので、もうここで待機してる必要はないので、そうなるとこちらも突撃をさせていきましょう。この雨が降ってる今の状況を最大限に利用して敵の航空基地を叩きましょう。今昼の1時、13時になろうかという時間です。雨が止んだら空母から飛行機も飛ばしましょう。同時に敵の、ね、航空基地からも飛行隊が出てくるので、まあ、ちょっと警戒しながらという形にはなりますが、なんとか先制攻撃をするべくちょっと天候状態には気を配っておきましょうかね。もうすぐ昼の3時になろうかというところ。まだ雨は止まない。まあ、この状況は有利ではあるんですよね。雨が降らないうちに、降ってるうちに敵の航空基地を叩ければ一番それがいいですからね。いつ雨が止むのかドキドキするな、この展開は。さあもうすぐ日が暮れていく時間に入ってきましたが、まだ雨は止まない。このまま雨が止まなそうですね。よし、雨が止まないのであればこちらは艦砲射撃に専念しましょう。空母はもうこれ以上接近させてもあまり意味がないので、ここで待機ですね。あとは味方の戦艦部隊による艦砲射撃。で、敵の艦隊も出てくる気配はないので、このままちょっと時間を早送りで、ゲーム上のね、時間を早めに送っていっちゃいましょう。破壊しましたね。まあ、最後はあっさりという感じにはなりましたが、まあ、艦隊が出てこなかったのが大きいかな。味方は無傷でレイテを取りましたというところになります。レイテ沖の制圧には成功しましたというところになります。で、続いてラバウル近海の突入になるんですが、
ちょっとここは激戦になるんじゃないかなと思いますので、やっぱり第12艦隊は動かせなかったですね。第12艦隊を動かすための石油がなかった。なので第3、第4両艦隊でラバウル攻略戦に入っていきましょうというのは次回お届けをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。